データの一括バックアップをマイクロ SD カードにする方法のご説明をします。アプリをタップします。バックアップをタップします。バックアップをタップします。メモリーカードをタップします。新規作成をタップします。作成するバックアップファイルの名前を任意で入力し、次へをタップします。バックアップするデータをタップしてチェックをつけ、次へをタップします。バックアップをしています。しばらくお待ちください。バックアップが完了しました。 OK をタップしてください。続きまして、 E メールのバックアップをマイクロ SD カードにする方法をご説明します。ホーム画面から E メールをタップします。メニューキーをタップします。 E メール設定をタップします。バックアップ復元をタップします。バックアップをタップします。フォルダ選択でバックアップするフォルダにチェックをつけて OK をタップします。バックアップ完了です。